シチズンのオートデータです。英語で、市民、を意味する、シチゼン、市民に広く愛されるようにという、願いを込め、名付けられました。1930年に、シチズン時計株式会社、が、創立されてから現代に至るまで、古来の、ものづくり、精神を発揮した、揺るぎなき、日本品質、を大事にしながら、歴史に名を刻み続ける、信頼性のある、国内メーカーの一つとして、愛され続けています。今回ご紹介するのは、そんなシチズンの、オートデーター、です。オートデーター、は、薄型の、デート付き自動巻き時計として、1962年頃に開発されました。当時では一番の薄型の、自動巻き腕時計でした。様々なシリーズが展開された、オートデーターですが、こちらはオートデーターの、ロゴがアップライトになっている。珍しいデザインのモデルです。風防は内側が切り子状に、カットされたガラスの仕様で、光が反射するたびに、きらめき、とても美しく、エレガントで、上質な雰囲気を醸しています。ダイヤルはシルバーダイヤル、縦に細かいヘアラインを施してあり、美しい光沢により、上質な雰囲気となっています。十字にプリントされた、クロスラインが特徴的です。多面カットされたバーインデックス。エッジを際立たせたドルフィンハンドと、洗練されたデザインとなっております。31にはデートが配されており、実用性もあるので、日常使用にもおすすめです。細かなディティールにこだわりを感じさせてくれる、デザインです。コーディネートしやすい、ブラックの社外未使用品の、ベルトに交換してありますので、幅広い場面で、活躍できるかと思います。さりげなく個性を発揮してくれる、アンティークの一品です。